それではいきます。先行 MC、まるちゃん高校、マイケル2008小説日本勝負、レディー、ファイ。今日仕事終わり通うサイファーの中で思った。俺は皆の夢を焦がすか。いつでも身にまとってるスーツの鎧がいつの間にか呪いとなって俺の心を縛る。それと解き放つために心がす。でも言葉届かず。だけどそんな日々を終わりにしたくてこの場参戦した。風呂巻き場から声届かすオートラッパー。でも今日は封印してさ、楽しく遊んでいこうぜ。 確かにな、俺も仕事が嫌になる時はある。だけどそう、その中に仲間がいる、仲間がいるよみたいな感じ。ルフィみたく俺は仲間の名前を一人一人言えるぐらいに仲間を持ってる。仲間が最高だと思ってる。いや、これに嘘偽りはなし。正義へ間違いがないぜ。辛いことを共有する日々もあるが、それも仲間が解決してくれる。昔の上司も今じゃ俺の曲を聴いてくれるしな。そんなリスナーどんどん増やしていくぜ。声を上げてく皆様の辛いところをお届け。その中で俺もヒートバスのバックボーンを伝える。楽しくラップしながら言葉を交わす。こんな感じで杯交わす。これが社会人の語り合い方。めちゃくちゃいいラップするじゃん。めっちゃいいラップするけど自分のこと語りすぎるじゃない。いえ、これは別じゃなくて注意。仲間としての注意だと思う。悪かった部分をいいようにする。それが仲間だろ。いえ、俺は別に褒め言葉だけで終わりにする仲間じゃねえ。終了です。これに次るぜ。それではいきます。